これは漢の時代に描かれた夏王朝の鵜の姿を表した画像であります。黄河の治水を行い、農業を指導したとされている王様であり、手には鋤を持って描かれていることが多々あります。これは中国においても、西アジアの楔形文字とは違う中国の漢字ですね。この頃は漢字という呼び方ではなくて、金色文字とか甲骨文字とかいうふうな呼び方をされておるものですが、青州時代、春秋時代というかなり伝説に近い、夏王朝の伝説に近い時代のこの文字の記録にも、この「鵜」という字が使われているという。だから、その司馬遷の史記で、記録されているような鵪というものが、ある程度信憑性のあるものとして扱えるのだということが分かってきて、なおかつその時代の王の宮殿などが見つかってきているということが、現在この時代の王朝を考えることができるようになった、大きな背景であります。